ハフマン符号とは、1952年にデビット・ハフマンによって開発された符号で、文字列をはじめとするデータの可逆圧縮などに使用される。他のエントロピー符号と同様、よく出現する文字には、短いビット列をあまり出現しない文字には、長いビット列を割り当てることで、メッセージ全体の符号化に使われるデータ量を削減することを狙っている。 コンパクト符号やエントロピー符号の一つ、JPEG や ZIP などの圧縮フォーマットで使用されている。シャノン符号化が最適ではない場合が存在する不完全な符号であったのに対し、ハフマン符号は常に最適な符号を構成できる。疑似的に実数の符号5乗を割り振る算術符号と比較すればデータ圧縮効率は劣る。ただし、算術符号や その他の高効率の符号化法と異なり特許の問題がない。符号化の原理上、機を構成する前に各記号の出現頻度をあらかじめ知っておく必要がある。ファイルなど固定帳のデータに対し一度全部読み込んでデータのすべての記号を調べて符号機を構築しておきもう一度頭から読み直して符号化を行う方法が性的ハフマン符号である。デフレートでは データの全部ではなく、ブロックごとに符号を作っている。これをデフレートではダイナミックハフマン符号と呼んでいる。一方、最初の状態では頻度情報を持たず、記号を1個読み込むごとに符号機を作り直す方法は適応型ハフマン符号である。これを指して、日本では動的ハフマン符号と呼ぶことが多い。例として、 db シベクブビシという12文字からなるメッセージを考える。このメッセージ中には5種類の文字が使われているので、もしそれぞれの文字を固定帳のビット列で表すとすれば、1文字に月最低3ビット必要となる。文字とビット列の対応表として、abcde 0000101001100を使い、それぞれの文字をビット列に置き換えたとすると、

長いビット列を割り当てることができれば、メッセージ全体の符号化に必要なビット数を抑えることが期待できる。そこで、文字とビット列の対応表として、a b c d e 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1を使ったとすると、メッセージ全体は DAEBCBACBBBC1110-110-11110-1011000 となり、全体のビット数は25ビットとなる。固定帳の方式に比べると70%ほどのデータ量に抑えられている。文字とビット列の対応表を作るには、まずデータに出現する文字の出現回数を求め、それをもとにハフマンキと呼ばれるバイナリツリーを構成するという手順を踏む。ハフマンキの構成の仕方は、次のようなアルゴリズムになる。まず、葉を含むべての接点のうち、 親を持たないものを集める。その中から最小の値を持つものと2番目に小さい値を持つものを取り出す。それらを子供に持つ新しい接点を作る。この時、新しい接点の値は両方の子供の値の輪とする。以上を根接点に到達するまで繰り返すと木が完成する。次に根から順に左右に0と1の値を割り振っていく。すると、それぞれの葉に対して、 一位に、ビット列が与えられる。この記号とビット列の関係をもとに、元のデータの記号をビット列に変換していくことで符号化が行われる。ハフマン目入力 d ビシベクブビシに対して、上記のアルゴリズムを適用すると、出現頻度と割り当てられた符号が得られ、個数の多い文字ほど短い符号が割り当てられていることがわかる。ハフマン符号は、ット符号である。つまり、 ある文字に対応するビット列が他の文字に対応するビット列の接頭時になることはない。この特徴のおかげでデコーダはビット列を先頭から一度読むだけで元のメッセージを1位にデコードできる。三術符号やその他の高効率の符号化法と異なり特許の問題がない。そのため JPEG や ZIP などの圧縮フォーマットで使用されている。 クルービーで実装を説明する。まず、符号情報とハフマンキのクラスを作る。クラスコディン法、INT コード、コードサイズ。クラストリーノドインプラメンツコンパラブル、トリーノド。バイトバリュー、INT オカランス、リスト、トリーノドチルドレン。INT コント、リス、オカランス、ザット、オカランス。すると、バイト値符号情報のテーブルは、以下のようにして作れる。 コディンー、クレイティーバルニコード、各バイト値の発生回数を数える。トリーノド、ノーズ、イコールニュートリーノド。フォー、ノーズ、アイ、イコールニュートリーノド。フォー、ノーズ、ブイ、オカランス、ハフマンケを作成。プライオラ耐久、トリーノド9イコールニュー、プライオラ耐久、トリーノド、ホワイル1。トリーノド N1 イコール9、ポール、9。 ニュートリーノド。トリーノドルート、イコール Q、ポール。深さ優先探索で、バイト値符号情報を作成。コディンフォー、バリューにコードイコールニューコディンフォー。DFS、リターンバリューにコード。ボイド DFS、IF、バリューにコード、ノードバリュー、イコールニューコディンフォー。ELS、DFS、DFS1、コードサイズ1。 圧縮のために、以下のようなビットストリームのクラスを作る。クラスビットストリーム、ビットセット BS イコールニュービットセット、INT レンイコール0、ポスイコール0、ボイドライト、4、BS、レンイコール &1、イコール0、INT リード、INTV イコール0、4、IF、V イコール1、I、リターン V、 ストリングとストリング、ファインドル、ジョイン。すると、バイト値符号情報のテーブルを使い以下のようにして、圧縮できる。ボイドコンデス、4、コディンフォーコディンフォー、イコールバリュー2コード、V、BS、ライト。ありがとうございます。